片岡です。今日はですね、初霜というお菓子を作ってみたいと思います。例によってですね、このまま、いきたいと思いますね。今日はですね、この引き茶色 14g、 そして白練り切り 11g、 中あんが 14g、 そしてこれ氷餅が適当です。まあ少しでいいですよね。氷餅っていうのはもち米が原料になってますよね。サラサラとした霜として使いたいと思います。ではいきますね。引き茶色を潰して、白も潰して、まあ、重ねて、中あんを包みますね。まあ、白を中に入れるっていうのは後で切り口が綺麗にだからですよね。緑一色だけよりも中から白が出てきた方が美味しそうに感じると思うんです。そういう意味で、まあ、ちょっとこの俵型というかこの形にしてですね、そして平板につけましょう。これトントンってやるとまた動くんだよね。葉っぱの形に整えてですね、葉脈を入れます。ミルク、はい、そしてですね、氷餅を振りかけて、ちょっと葉脈が消えちゃうのがもったいない気もしますけどね。はい、これで初霜の完成です。ありがとうございました。